よいしょ。ゆきかぜさん、つぼゆうすけさん、きょんしーさん、しゅうぞうさん、バンジュラモンスターさん、セリアさん、ゆきさん、いしけんマシーンさん、ありがとう。今日の公演楽しみ、ありがとうございます。今日はありひめの生誕、うん、ありのすけ、ダダダダムドさん、ザンタクさん、キャンシーさん、デブニアさん、ありがとうございます。おはよう。ヨスケさん、ありがとう。おはようございます。トシヤさん、ありがとう。おはよう。天使ぬぐさん、ありがとう。今日も公園行こう。しばらく公園ないのか。普通の公園はないけど、かのんちゃんの卒業公園はありますよ。12、はよ。天使ぬぐさん、デサイザートさん、ありがとう。今日はお休み、公園しっかり見れます。今日休みなの？今日平日やん。うちの仕事は休み。あら、頑張れるのに休み。ゆうくんさん、ありがとう。おはよう。平日休みの社会人もいる。いや違う、そうそう、それはわかる。公園が平日にあるんだっていうドッキリ、ドッキリ、びっくりでした。ドッキリ。奥原すけもんさん、ありがとう。アモズさん、ありがとう。わかる、生誕が平日にあるんだってびっくりしただけ。ビス買ったよ、ブームも買ってくれ、ありがとう。なんかツイッター見たらさ、なんかコンビニで見つけて買ったって言ってらっしゃる方がいて、そう、えコンビニに売ってるんだって思った。ダダダダムドさん、アモズさん、ありがとう。マモルンさん、ありがとう。おはよう。コンビニでなんか裏表紙を見て買ったって、あるコンビニもある。コンビニによくある。そう、広島では見かけんわ。はよ。うわ。出かけます。また広島は2日後。いや、コンビニで見んくない。
毎日ブログ楽しみに読んでます、ありがとう。朝の目覚ましの部屋、朝日の坪井介さん、ありがとう。うちの近くのコンビニでボムはスイーツの横に置いてある。ウェイ、前髪切りました、2日にスイーツだったのか。チャータムさん、ありがとう。今回は裏表紙、そしてポスターになっていますので、ぜひ見てください。メイクさんも切ってくださって、前髪めちゃめちゃいい感じでした。チャータムさん、ありがとう。おはよう。今日はあるちゃん生誕祭盛り上げてね。ありのすけ、裏表紙やポスターすごすぎね、本当にすごい。今の前髪で公園に出てほしい。そう。こんなわけですっけ。ポスター玄関のドアに飾ろうかな。いっちゃ。うまいでしょ。おはよう。公園頑張ります。みゆみゆ、前髪切りすぎてお前でへこんでたから慰めてあげてね。昨日いっぱいいじった。ポスターお買い用と鑑賞用で2冊買います。イエイ。チャータムさん、大月上島の風さん、ありがとう。お仕事行ってきます、頑張れ。
る。受験頑張ります。頑張れ。すごいね。はよおはよう。ももさんありがとう。これもあるよね、高速拍手。高速指パッチン、高速拍手。チャータムさん、ゆきかぜさん、ありがとう。もう疲れる、めっちゃ。ギネス保持者の方がこうやって拍手してたよ。パラ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 って。大阪の人かはちょっと存じ上げないですけど。多いよね、わかる。じゃあわかる。 T シャツ何枚重ねれるかみたいなとかね。日常生活でだったらそんな思いつくんって思うようなこと結構あるよね。自分もなんかしてみたいな。スランプくんさん、ありがとう。オリコン週間1位なの？何があるでしょうか。大地さん、ありがとう。嘘みたいな。あれちゃんの手紙を満ちたと予想してる。どうでしょう。大地さん、ありがとう。女性グループ歴代3位。どういうこと。何が？週間売り上げがってこと？歴代3位ってすごくない？あ、デビューから連続1位。ああ、そういうこと？1位2位のが方？方？
グループさんはどなたなんだろう。欅日向、 HKT さんと欅さん、デビューから連続ってすごいんだよ。いやすごいって思った。すごい、 HKT さんもすごい。 HKT さんって何枚出してます？3-2が最後。準備してくるのでバイチラポ頑張れ、仕事行ってきます、いってらっしゃい。そういうことか、日向さんはまだできたばっかやもんね。アップルが16日に発表会、楽しみ。ゆういちろうさんありがとう。13曲か。キョンシーさんありがとう。すごい。でも緊張しますね。HKT さんの選抜入った方たち、そんな歴代1位って言われててさ、あ、今回はどうなるだろう、ドキドキってなるね。はよ、今日も帰ります、ありがとう。はいよ、チャータムスのゆきさんありがとう。はいよ、逆にプレッシャーがすごそう、プレッシャーがすごそうっていう話をしようとしたのに逆にあれ、真逆の意味で伝わってましたか。おろろ、歴代さんのグループの選抜メンバーに入ってる、すごい。でも STU は、でもできたばっかでもないもんね。オロロって一人はオロロチャートさんありがとう。前髪流していい感じですか。おろろ、はいよ。令和どころか初めて聞いた気が。嘘、剣士そりゃルロー、ゆうちろうさんありがとう。お先にエリエリを、あいつでも一番新しい、確かに。あ、そういうことね、ルローニケンシンでオロロっていうのか。自然ジュースって食べるあれね、それとろろ。チャータンさんありがとう。ルロニケンシン何話までだろう、何話までかアニメ見てた。
く仕事ではありますが、本日今村美月のラッキーナンバーの年になりました。あー、お、ロールスロイスさん、お誕生日おめでとう。お、よいしょ、ロールスロイスさん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、22歳。22歳なのね。チャットムさん、ありがとう。同い年だ。コメントで育まれる友情。これきっかけで結婚したの。ラッキーナンバーと聞いて219を連想し、ラッキーナンバーと聞いて219を連想しないよ。はあ、頑張れ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 。あ、今日あれちゃん前撮りを作るみたい。そうだ、言ってた。え、あれちゃん言ってたの配信で。ね、いきなり作ってさ、え、誰、ありちゃんってなりたかったよね。まあでも言っていいのね。ありちゃんってなりたかった。はいよー、ゆきさん、ちゃーたむさん、ありがとう。公演はアーカイブで見るね。では仕事行ってきます。行ってらっしゃい。いやー、ありちゃんでもあんなにおでこ前髪上げるの似合うのすごいよね。春から前髪作るってずっと言うとる。知ってるよ、そんなこと知ってるし。マネカメだと先にバレる。いや、それはマネカメ特権。なんで前髪下ろさないんだろうね。いやでも初期からずっとそうだったから、なんか、いや、アリちゃんは前髪上げてる方がアリちゃんらしいし、それで覚えてくださってる方もいるしっていう、多分運営さんの引き止めもあったんでしょう。そう、アリちゃんは結構下ろしたかったっぽいけど、そうそうそう。
仕事の時も行ってらったい。怖い久しぶりな気がする。いつ完璧でしょ最後。スティールの上って紙にあるさ。さあね、私も切れないかな。でも切ったら毎日の朝のショールームボボーってなってさ。はいよ、どうなんだろうな。5枚目発売されたばっかりだから、9月末とかはよさそうじゃない。公約にしてみる。でも公約にしたら別にさ、世界がショート派のショート派じゃないからだけじゃないからさ、ロング派の方もいるじゃん。そしたら嬉しい公約じゃなくない？おはようございます。ごめん、なんで？はよ、その やったことないからね。しかも髪切りに行かなきゃ。はいよ。髪の毛トゥルトゥルな人になりたい。はいよ。うん、チンチチン、クン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 、チャン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 。ふん、分からん。うちのファンはショート派ロング派が半々な気がする。結構さ、私はずっとロングなのにさ、結構まあこんぐらいまでならあるけど、なんかそれでもショート派の方がいるのってすごいよね。だってうちショートにしたことないのにさ。そうね。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位井上義弘さん、12位まさじさん、11位ウルフさん、10位りょうすけさん、9位アムズさん、8位ダダダダムドさん、7位セリアさん、6位大地さん、5位マモルンさん、4位キョンシーさん、3位坪井ゆうすけさん、2位ゆきさん、そして1位はルルルルルーん、じゃーん、すごくない？
惹かれてる。じゃあタムさん、じゃあタムさんのアバターの真似ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22はドロロロロロロロッ、クリプトンさん、ラッキー、はい、ありがとう。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー。はい、それでは今日はスタジオ公演、アリちゃんの生誕祭でございます。配信ぜひ見てください。そして、私とココアとアリちゃんが裏表紙とポスターにもなっているボムさんが本日発売でございます。2パターンの衣装を着て撮影をしました。ちょっと目が腫れてたのでどんな感じの写りなのか分かりませんが、ぜひ見てください。それではまたね、バイバーイ。頑張れ、すいすい水曜日。